翌朝、俺は授業が始まる3時間前に用務員室を訪れた。授業始まる3時間前って言うと5時ぐらい？まあでも5、6時ぐらいだよね。始業前と放課後、それぞれ3時間を使って用務員の仕事をする。そうやって老太郎先生をサポートすると決めたのだ。用務室に入ると、老太郎先生が床に薄い布を敷いて眠っていた。ベッドあるのに？先生、起きてください。老太郎先生の体を揺する。お、本当に来たのか。君があそこまで頑張ってくれるなら、俺も少しは頑張ってみようかな。眠たそうな目をこすりながらも、どうやら俺の熱意に応えてくれるようだ。じゃあ仕事はさっさと終わらせようかな。いえ、先生はすぐに小説を書いてください。用務員の仕事は俺がやるって言ったじゃないですか。でも大丈夫です、ちゃんとやっておきますから。反応の余地を与えず、俺は掃除用具を持って用務員室を出ていくことにする。でもこれ先生とかに見られたら、お前何やってんだとかって言われて、なんかね、用務員さんの素性とか調べられてめんどくさいことになりそうだね。学校全体の掃除や花壇への水やり、校舎の敷地すべてを見回るのは想像以上に過酷な作業だった。それでもこれで老太郎先生の作品が完成に進んでいくと思うと、俺でも役に立っていると感じられ、足取りが軽くなる。老太郎先生ならきっといい小説を書いてくれるに違いない。2週間後、いつも通り放課後の仕事を終えた俺は、用務員室で執筆する先生の様子を見に行くことにした。俺が仕事を引き受けてから小説は順調に完成に向かっている様子だった。しかしここ数日、用務員室の床にはくしゃくしゃに丸められた原稿用紙が散乱するようになっていた。スランプか。どうやら執筆が思うように進んでいないようなのだ。あれかな、投稿するとなったら逆になんか力んじゃったのかな。用務室に入って先生の様子を伺うと、案の定筆が進んでいないようだ。調子はどうですか？ダメっぽそう。書けない。ぼそっと短い回答が返ってくる。俺にはこれ以上書けないのかもしれない。先生が覇気のない背中でそうつぶやく。もうちょっと出して、覇王色とか出して。書けないって、先生どうしたんですか？少し前まであんなに筆が進んでいたのに。先生は何も語らず、ただ肩を落として机に向かっている。どうしたらいいか分からずに立ち尽くしていたが、机の上に原稿が散らばっていることに気づく。原稿を集め、以前の続きから読み始める。小説を読めば先生を励ますヒントが得られるかもしれない。老太郎先生の文章はリアリティに満ち溢れていて、まるで自分が体験しているかのように読み進められる。シナリオも感動的で、以前と同様に目頭が熱くなってくる。絵頭も熱くなってくる。合併ムカつく。しかし、最後まで読んだところであることに気がついた。主人公の妻となる女性との出会いから始まり、病床に伏した妻との妻の看病と工場での仕事をこなしながら、隙間時間を縫って小説の執筆を始める。前回読んだ内容はここまでだった。そして新しく紡がれた内容では、主人公が持病で片目の視力を失い、それに伴って職務を失ってしまう。これ老太郎の自伝か？俺が気になったのはこの後だ。職を失った主人公は医療費が払えず、病院に妻を放置して不労者になってしまうのである。その後、偶然出会った男と取引をし、用務員の仕事と用務員室という家を手に入れることになる。小説はここで途切れている。ねえ、リアリティに溢れてるっていうか、リアルの話だからってことか。先生、これってもしかして、君はこの小説にはリアリティがあると言ってくれたね。この小説は俺の人生そのものなんだよ。え？この物語は
老太郎先生の人生をそのまま書き綴っている。ということは、先生の奥さんは今も病院で治療を受けているよ。俺は治療費を払えず、妻を病院に放置してしまった。きっと彼女のご両親が治療費を払っているんだと思う。こっそり病院に見に行っているんだ。会うことはできないけれど、この小説は俺の人生そのものでしかない。だから自分が経験した以上のことが書けないんだよ。俺は今この用務員室で小説を書いている。ここで俺の物語は終わりなんだよ。じゃあもう奥さんのとこに行くしかないそして続きを書くんだ。この小説はこれ以上続かないんだ。老太郎先生の小説はリアリティがあった。だからこそ先生のこれまでの苦悩や絶望、そういったさまざまな思いが容易に想像できた。できてしまった。こんな辛い過去を持つ相手に一体なんて声をかければいいのだろうか。あるのかもわからない答えを探していると不意に気づく。先生、この続きには。ああ、分かってるよ。本来ならこの後に君が登場するだろう。それじゃどうして。まだもう少しこの続きが書けるじゃないですか。それはそうなんだが、でもこの主人公はこれまで自分で道を切り開いてきただろう。確かにその通りだ。この小説の主人公はどんな困難があっても自分の力で解決してきた。それがこれまでの摩天楼太郎という男だったのである。きっと読者が求めるのはどんな困難にも屈せず自分で道を切り開く、そういう主人公だろう。でも俺は君の力を借りてしまった。この小説の主人公ではいられなくなってしまったんだよ。だから俺の小説はここで終了なんだ。やっぱりこの小説に俺を登場させましょう。確かに主人公はどんな困難も一人で乗り越えてきました。でも今の主人公がぶち当たってる壁は何事も一人で乗り越えるべきだと思っている主人公自身なんじゃないでしょうか。俺の言葉を聞き、先生はハッとしたような顔をする。いや、でも締め切りまで2週間しかないし、しかも今の俺の状況を小説のラストにはできない。結局そこからは書くことができないよ。先生らしくないじゃないですか。先生は主人公なんですよ。これはお前の物語だってやつだ先生は、主人公はどんな困難があっても希望に向かってひたすら進んでいたじゃないですか。今までは頭の中に思い描いた希望に向かって進んできた。今度はそれを先に小説にしてしまえばいいんです。先生ならその思い描いた結末に向かって進むことができるはずです。先生がうつむいていた顔を上げ、何か吹っ切れたような表情をする好感度上がった。そうかもしれないね。ごめん、あと2週間用務員の仕事を頼んでいいかい。はい。2週間後、老太郎先生はなんとか小説を書き上げ、無事に小説大賞へ応募することができた。そして今日その結果が発表される。発表時間の直前、俺と先生は情報教室のパソコンの前に座り、公用者の結果発表を心待ちにしている。先生、あの小説なら絶対受賞できます。ありがとう。俺も全てを出し切ったよ。それだけで満足さ。まだ満足するのは早いですって。いよいよ発表の時間。先生はずっと時計と画面を交互に見比べ、そわそわした様子だ。モノチン、隣に座る俺も気が気ではない。先生、結果が発表されたみたいですよ。公用社のホームページに公用社小説大賞
選考結果のお知らせの文字が並ぶ。ついにこの時が。はい、ついに来ましたね。恐る恐る結果発表のページを開く。先生。お、先生、やりましたね。郎太郎先生は目を見開き、口もあんぐりと開いたままになっている。結果は大賞受賞。おお、そんなうまくいっちゃう。魔天郎太郎先生の小説は発表ページのトップで大賞受賞作品として紹介されていた。先生の小説が公用紙小説大賞に集まった作品の中で最も優れた小説と評価されたのだ。パソコンの画面に照らされた先生の横顔は紛れもなく小説のラストシーンの主人公の顔そのものだった。その後先生は一躍時の人となる。俺の目に狂いはなかったようで、先生の小説は日本中で評価され、多くの読者に感動を与えた。受賞式で見た先生の顔は出会った時の覇気のない顔ではなく、大丈夫、受賞式に着てくスーツとかあった？希望に満ち溢れた顔になっていた。加えて良い知らせを聞くことができた。あれかな、奥さん良くなった？お、先生の奥さんが海外で手術を受けられることに決まり、来月には先生と奥さんの二人で海外に渡るとの知らせだ。小説大賞の賞金、小説の売上金で手術費用を賄うことができたらしい。1ヶ月後、海外にいる郎太郎先生から手紙が届いた。奥さんの手術は無事成功に終わり、術後も順調に回復しているようだ。手紙の最後には、最後まで俺を信じてくれてありがとう。君がいなければ今の僕は後悔したままだったと思う。感謝してもしきれないよ。本当にありがとう、と書かれていた。郎太郎先生とはしばらく会えなくなってしまったが、先生の力になれたことが俺は何よりも誇らしかった。でもこれからも郎太郎先生がね、執筆を続けてくれたら、その作品でまた会うことができるね。先生はこれから小説家として、お、奥さんと二人で幸せに暮らしていくのだろう。先生の小説で描かれたエピローグのように。で、このサイドストーリーが終わりまして、と。ああ、いい話だったなと。サブルートこれで8個。うん、サブルート、あと倍以上あるわけだね。